はい、皆さんこんにちは、カリアです。オリックス純正企画ですね、やっていきたいと思います。第2回でございます。今回はですね、思ったより早くですね、なんだっけ、エナジーが溜まったので、なんだっけな、セレクション、アニバーサリーセレクションの、30連目10回、10回じゃない、10回引いたらパンクしちゃう、10連最後のね30連目、確定分を引いていこうかなと思います。はい、で、前回はですね、有原選手が出ていますので、有原選手以外が欲しいなというところで、欲しい選手は浅村選手、柳田選手、あとはマルティネス選手、村上選手あたりが出てくれるといいなと思っております。一応山本由伸選、オリックス純正企画なんで山本由伸選手はもちろんね出てくれると嬉しいなっていうところではあるんですが、山本選手は一応 S ランクを持ってはいるんで、一番引きたいのは持ってない、柳田選手、やっぱ強いですからね、が出てくれるといいなというふうには思います。あとは山川選手も一応 S ランクを持っている、浅村選手はね楽天純正オーダーでもちろん引いておりますので持っておりますし、石川選手は持ってないね。で、有原選手は前回引きました。山本選手は去年引いておりますし、丸選手も、持っております。で、宮崎選手は持ってないけど今回の狙いではないかな。で、梅野選手も一応 S ランクは持ってますので、出てくれるとねいいなというところではあるんですが、やっぱり今回はね、やっぱ強い選手ということで、柳田選手狙っていけるといいなというところかな。あと森下選手とかもね今後また強くなって出てくる可能性はあると思うんで、持ってて損はないかなと思いますけどね。っていう感じ。はい、まず被らなければいいな。行ってみましょう。あと2枚とかね出てくれるというね。ここはもう確定演出ではありますからね。なんか1枚だな。さあ、調子くんは出た、広岡選手、吉田選手、中島選手、清宮選手、おお、びっくりした、森原選手、坊和選手、角中選手、小川選手。さあ、いやおかしいだろいやさあ、そこでフラグを立てた僕が悪いのか。有原選手はちょっと、有原選手がね、超音なんでなければぜひ欲しかったんですが、有原選手ですね、もう欲しい、超5になっております。すでに以前持ってた選手をもうすでに継承引き継ぎをしてすでに超5になってるんですよね。これはちょっと渋いね。あと30連引くとね、柳田選手とか誰か好きな選手は1人獲得できるんですが、基本無課金でねやろうっていうところなので、悩ましいところですね。まさかここで有原選手を引くとは思ってなかったよ。ちょっと考えましょうか。はい。ということで、はい。ちょっとこれはな、渋いな。はい、ということですね、今回は、こんな感じでございます。ちょっとねショックがでかすぎて何を話そうと思ってたら完全に忘れたわ。はい、そうね、今後、オリックス純正オーダーですねやっていきますけれども、僕中日楽天ファンですけど、オリックスの選手はもう名前ぐらいしか本当に知らないので、もうどんな選手かっていうのは全然わかんないんですけど、野球の雑談をしながらオリックスの純正ボタンを作っていくっていう感じでね、今後やっていこうと思いますんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。
はい、ちょうどねこれ今日動画が上がるのはちょっと先になっちゃうと思うんですけど、大野選手がですね、球団記録を更新、無失点投球回数の、なんだっけ、球団記録を60何年ぶりに、更新した、日の明け方というか夜に撮っております。はい、まあね、だいぶね今年序盤ね最下位に沈んでたとは時とは考えられないぐらいの今順位にいますけど、まあ巨人をね抜かすっていうのはちょっと難しいですけどね、 9.5 ゲーム差、で巨人のマジックが6ですか。まああと十何試合ですからね、まああのね貯金がもうだいぶできてきてるので、勝ち越しね、久しぶりに勝ち越しが見たいね。まあ今貯金7ありますからね、まあ明日からヤクルト戦ですね、頑張っていただきたいなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回はこんな感じで終わろうかと思います。またちょっと、考えて、まあ残り30円引くかどうかちょっと悩もうと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。